オータムカップの大会内容の振り返りです。オータムカップは A、D、C の3ブロックに分かれてトーナメントを行い、優勝チームを3チーム決める形式となりました。まずは A ブロックの内容からです。 A ブロックは1回戦を山梨クイーンビーズとトヨタ紡織が、秋田銀行と姫路をそれぞれ下して準決勝へ進出。シードで松江ネオスと富士通と対戦します。山梨クイーンビーズ対エネオスは89対63でエネオスが勝利、トヨタ紡織対富士通は82対74でトヨタ紡織が勝利。決勝戦はエネオスとトヨタ紡織の対戦カードとなり、14点差でエネオスが勝利し、 A ブロック優勝となりました。続いて決勝戦の模様を振り返ります。試合は藤本選手が1ピリだけで13得点を取り、エネオス大量リードで始まります。2ピリはトヨタ紡織の平末選手や川村選手が得点を積み重ね、エネオスに詰め寄るも、リバウンドが思うように取れないトヨタ紡織は後半もエネオスに差をつけられ続け、14点差でエネオスの勝利となりました。決勝でハイパフォーマンスを残したのはエネオスの渡嘉敷選手、トヨタ紡織の坂本選手です。渡嘉敷選手はゴール下での圧巻の活躍で11得点14リバウンドのダブルダブルを記録、チームをブロック優勝へと導きました。一方の坂本選手はフィールドゴール成功率 75% という確率の良いシュートで得点を量産、スリーポイント2本を含む17点でチームのオフェンスを牽引しました。メンバー全員が揃ってるわけじゃないんですけど、あと開幕まで1ヶ月ぐらいというところで、もうちょっと細かいところの部分のディフェンスのコミュニケーションの部分だったりとか、今大会でこうミス、ディフェンスでもオフェンスでも課題が見つかったので、そこをあと1ヶ月ぐらいで修正してちゃんと開幕を迎えるようにしたいなと思います。まあ、個人的にはあと、まあ、シュートの精度と、あと、ターンオーバーが少し今大会多かったので、それを減らして、確実に、チームの勝利に貢献できるようなプレーができるように頑張りたいです。いつもたくさんのご声援ありがとうございます。今シーズンも2冠目指して頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。続いて、B ブロックのトーナメント内容です。B ブロックは1回戦を東京羽田と日立ハイテクが、それぞれ企業銀行と新潟を下して準決勝へ進出。シードでマットヨタ自動車と三菱電機と対戦します。トヨタ自動車対東京羽田は、1点差の大激戦を東京羽田が掴み取り決勝へ、日立ハイテクもシードの三菱電機を破って決勝へ進出。ノーシード同士の決勝戦は、日立ハイテクが東京羽田を22点差で下し、B ブロック優勝を果たしました。決勝戦の内容を振り返ります。試合は序盤に大きく突き放した日立ハイテクが終盤まで主導権を握り続け、22点差での勝利となりました。東京羽田はフィールドゴール成功率において日立ハイテクに大きく差をつけられており、特にスリーポイントの成功率が32分の6で 18.8% と振るわず、オフェンスに勢いをつけることができませんでした。決勝でハイパフォーマンスを残したのは東京羽田の軸丸選手、日立ハイテクの中野選手です。軸丸選手はチームで最長の27分出場で、ポイントガードながらオフェンスリバウンドを6本獲得し、合計10得点7リバウンドを記録。勝利した日立ハイテクの中野選手は1ピリだけで10得点を記録、チームに勢いをつけ、最終的には14得点7リバウンド4スティールで攻守にわたり大活躍でした。今回はトーナメントということで、負けたら進めないというトーナメント方式でしっかり打ち切って優勝できたことはチームとしても自信だなと思います。そのキャンに比べてブレイクも多くなったし、ターンオーバーからの失点というところを改善できていたので、もっともっとシュート精度だったりディフェンスの強度、リバウンドのところをもっと強化してリーグに向けて頑張りたいと思います。応援ありがとうございます。リーグ開幕に向けてまたチームみんなで頑張っていくので、応援のほどよろしくお願いします。最後は C ブロックの内容をお届けします。 C ブロックは1回戦をアランマーレ秋田とアイシンが、それぞれ滋賀銀行と山形銀行を下して準決勝へ進出。シードのデンソーシャンソンと対戦します。デンソー対アランマーレ秋田は34点差でデンソーが勝利、アイシン対シャンソンはアイシンが2点差の激闘を制して決勝へ進出。決勝のデンソー対アイシンは
最終5点差の大接戦をアイシンが勝利。アイシンは全ての試合を一桁点差の激戦で勝ち抜け、ブロック優勝となりました。決勝戦の内容です。決勝のデンソー対アイシンはロースコアな展開。ゴール下を主体に攻めるデンソーに対して成功率 50% 近いスリーポイントでアイシンが反撃。ゲームとしてシーソーゲームの時間が続きましたが、4ピリでアイシンの砂川選手が10得点を稼ぎ、一気に突き放して勝利をつかみました。決勝でハイパフォーマンスを見せたのはデンソーの赤穂桜選手、アイシンの三部選手です。桜選手は大黒柱高田選手不在のゴール下で大活躍。6本のシュートを1本も落とさず、デンソーのオフェンスを引っ張りました。アイシンの三部選手は新人選手ながら7得点中にリバウンドを記録。約22分の出場で力強さを見せました。3試合接戦が多かったんですけど、最後に勝ち上がったところが自分たちの成長点かなと思っていて、でもまだまだ課題はあるので、これからしっかり修正してタイミングを迎えたいなと思います。このオータムカップで出たことをこれから1ヶ月間しっかり修正して練習して、いい状態で開幕を迎えられるようにチーム一丸となって頑張ります。動画の最後はエキシビションマッチの結果です。前シーズンの上位6チームがトーナメントとは別にエキシビションマッチで対戦。エネオスはシャンソンに13点差で勝利、トヨタ自動車は富士通に11点差で勝利、三菱電機はデンソーに21点差で勝利という結果になりました。23-24シーズンもいよいよ10月14日より開幕します。エネオスが連覇を果たすのか、他のチームが待ったをかけるのか、特に今年は2部制に移行する最後のシーズン、各チームの生き残りをかけた戦いも見逃せません。皆様の熱い応援をお願いいたします。